買収の梅ちゃん岡田ちゃんや泉ちゃんも買収してるのかな皆さんこんにちははんにです 本日は2024年4月13日ですね。で、この動画では、買収の梅ちゃん騒動について、泉健太が相変わらずダブルスタンダードでひどすぎる、刑事告発されてるというのに、ということについてお伝えしたいと思いますので、政権の選択肢がこれとか辛すぎると思われた方は、ぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。また、明日夜9時からライブを、本日夜10時15分からは、サブチャンネルでホラーゲーム実況配信をしてますので、よければコメント欄、固定コメント、 からどうぞでは今回の目次はこちらです。で梅首の梅ちゃんという名前が本当についているのかどうかよく知りませんが立憲民主党の新潟の梅谷守議員が地元の有権者の集まりに出席して日本酒を配ってたということで公職選挙法違反の疑いがあるのではと騒ぎになったのは2024 2年月こちらは TBS の2月20日の記事ですが中を見ると。 新潟県上越市の町内会の行事に立憲民主党の梅谷守る衆議院議員が持ってきた日本酒。公職選挙法違反の可能性があり、梅谷議員は軽率だったとしています。と書かれてますね。ただ、記事にもありますし、当時も騒がれましたが、梅谷議員は何を聞かれても、対価だと認識していた。軽率だった。申しない。ということだけを繰り返す。しかし、どういう意味での対価か不明。 そもそも無料で参加できるところで対価って何やねんというツッコミもあるわけで。また記事には当時の岡田幹事長の解釈も書かれており、みんなで一緒に会合していて、地域の集まりで飲食もあると、何もなくて行くのは気が引けるということで酒を持って行ったというのが実態に近いのかなと、と書かれてますね。うん。確かにこれ記者会見でも言ってましたが、正直言って意味不明。 まあ,あ人としてのおき合いってことなんでしょうがそもそも公職選挙法はそういう人間関係社会的お付き合いについて買収の危険があるということで規制しているものですから特に言い訳になっておらずむしろ岡田幹事長の認識の甘さが露見しただけじゃないかという気もしますが。 ただこの騒動全然収まらない。皆さんご存知の通り、自民党は昨年末から大きな問題となっているキックバック騒動で立憲から追及を受ける立場ですが、その際に、いつまでに調査をすると決めないから、調査がダラダラと伸びるんだ、とか言われてるんですが、立憲はというと、梅谷議員に対する調査をいつまでと決めるわけでもなく、また聞き取り調査もどこまでしてるのかよくわからず、本人の記憶の整理などに時間が必要など説明する始末。 また、あまりに執行部による調査などがなされてないからでしょうか。地元県連からも、執行部が責任を持つと言ってるんだから、ちゃんとしてくれと要望が出るんですが、執行部は我関せず。立憲は一体このケースをどうする気なのか。散々自民党に対しては早く調査をしろと怒ってるのに、自分たちはやらないとか、これで政権交代したら、今の政権よりひどいことになるのではと不安しかない。 ただ、少しだけ事態が動きうることに。こちらは TBS4 月10日の記事ですね。見出しは。選挙区内で日本酒提供の疑い、立憲民主党梅田に守る衆議院議員を公職選挙法違反で刑事告発ですね。中を見ると、選挙区内にある新潟県上越市の町内会などに対して日本酒を提供していたことが問題となっている立憲民主党の梅田に守る衆議院議員。この問題をめぐり、 糸井川市の男性が9日、公職選挙法違反の疑いで告発状を提出しました。告発状によりますと、旧新潟6区選出の梅谷守る衆議院議員は、去年7月頃から今年2月頃までの間、自身の選挙区である上越市内の町内会など5団体に対し、合わせて6回にわたり日本史や現金を供与した公職選挙法違反の疑いがあるとしています。ということですね。 で、これ、実は告発をした人が自民党の党員であるとか言われたり、まだまだ検察側が告発状を受理していないから早く受理してくれって話があったりと、具体的にこの後どうなるかはまだ微妙なんですが、まあ、今後同じようなことがなされることも予想されますね。どう考えても立憲の動きが鈍いですから。しかし、これに対する立憲執行部のリアクションが相変わらずひどい。 まずはこちらは告発状を提出したということで記者会見が行われている時と全く同時刻に始まった岡田幹事長会見での様子ですがそこではこの告発について岡田幹事長が記者から質問されていますただリアクションがひどいすなわち告発状の件は知らないし内容を知らないから自分たちにどう影響するかはコメントできない調査の進捗は時が来れば会見で発表したいというだけ まあ、あ、告発上の件は知らないっていうのは仕方ないかもしれないけど、相変わらず意味わからんよな。そもそも最初から、日本書を配るところなどが、動画に撮られており、岡田幹事長も、角度の高い話と言ってるのに、何を渋ってるのか。また、泉健太のリアクションもひどい。こちらは NHK4 月12日の記事ですが、見出しは。 立民泉代表、日本酒渡した梅谷議員、捜査結論段階で処分検討ですね。中を見ると、立憲民主党の泉代表は選挙区内の行事で日本酒を渡したとして、告発状が提出された梅谷守衆議院議員について、捜査で結論が出た段階で処分が必要か検討する考えを示しました。 立憲民主党の泉代表は12日の記者会見で、梅谷氏の党内の役職や国会の所属委員会は一定の整理をした。告発も踏まえてどう対応するのか考えていくことになると述べました。その上で、捜査機関の判断の後であれば、処分を考える環境ができる。 その判断によって、党の処分は大きく左右される。と述べ、捜査で結論が出た段階で処分が必要か検討する考えを示しました。とあるんですが、これ変じゃないいやね、そもそも有権者に酒を配ったことは間違いないって話で、じゃあ、いわゆるキックバック騒動と同性合成をつけるのかって話で。 例えばこちらは「ライブ静岡」2023年12月9日の記事ですが見出しは松野官房長官は自ら身を引く決断を。 立憲泉代表が演説、パーティー券めぐる裏金疑惑の説明責任を果たすべき静岡というものがありますね。中身を見ると、立憲民主党の泉健太代表が12月9日、静岡市で演説し、自民党安倍派の政治資金パーティー収入をめぐる裏金疑惑に関して説明責任を果たすべきだと訴えました。疑惑が浮上した松野博一官房長官に対しては、この週末にも立場を決め、身を引く決断をするべきと辞任を求めました。 という話をしてますよねまたこの他にも少なくとも捜査中だからって話で何か言い訳として認めるというのもありませんでしたよそれにいろいろ意見はあるでしょうが今回キックバック騒動で議員は基本的に起訴すらされてないんですよねえっと立憲さんは起訴すらされてない人たちに対して離島韓国とかで済ますのか 党員資格停止で済ますのか役職停止で済ますのかって話をしてますが、まあ以前から言ってるように、真相解明してから処分をしろと追求したり、処分を今国会中にはするんですよねと、福山哲郎が迫ってきたり、真相解明と処分、全国関係について追求者側で意見が異なるので、どっちやねんと言いたくなりますが、何せよ、不起訴であるのに処分をしろとか、独自の真相解明をしろって言ってるわけでしょじゃあ、あ、埋めたりもじゃん。 捜査機関の判断の後でやっと処分を考える環境ができるって、泉発言には一貫性はないと思いますね。いやね、理屈としては正しいと思うんだよ。捜査機関が起訴しないなら処分は相当軽くていい。起訴されたらそりゃ除名か離党韓国だろうってのは。しかし、泉さんらは不起訴の事案について真相解明しろ。処分を軽く済ます気かって叫んでたわけで、一貫性がないのよね。なんだこいつら。 まあ記者会見私動画で聞いてましたが梅谷問題については2か所で質問されてたかな特に動画36分あたりで関西テレビさんはもう2ヶ月も経つぞということで追及してましたが泉健太が積極的にこの問題に取り組む様子はなく基本的に岡田幹事長に任せてるというだけ。 そして岡田幹事長は自分らから特に積極的な聞き取り調査もしてない。新潟県連は執行部がちゃんとしてくれと言っており、内部から批判が出る。なんだこれ。これだから立憲は攻撃だけやる気があって、防御が弱いと言われるんだよな。これが政権を取った際に予算委員会。 今以上に荒れることは確実だと思うんだよね。最初から言ってるように、先を配った段階でほぼほぼアウトなんだから、2月の段階で離島韓国なりしてたら、政権批判に説得力が出てくるのに、今じゃねえ。まあ私はね、まあ今回の騒動について、立憲民主党がずっとね、何か処分を渋ってることについては、 できるだけ軽い処分で済まそうと思っているんだけどもその後にに何かひどいことがばれた場合に軽い処分をもう撤回できませんからねだから捜査機関の結果を待つしかないと思っているのかなとかそんな想像もするんですけども皆さんはいかがお考えでしょうかぜひともね皆さんの感想コメント欄でお伝えください泉県太どうしようもないやろって言いますんですけどねまたねこの騒動について立憲執行部がしっかりしてないことを米山隆一さんとか西村千奈美さんが所属している県連が起こったことについてお知らせした動画はこちらが また、まあ、キックバック騒動に関して、泉健太がね、性倫心や証人関問を要求したりしてますけども、それが全くね、真実解明に関係しないということを、泉健太自身が自白した件についてお伝えした動画をこちら側に合用意してますので、ご存じない話がある方はね、ぜひともチェックして,てください。では、ぜひともチャンネル登録、高評価もお願いします。次ののの動画ラライイイイブブなででお会いしましままょうコメンント欄の方に、ね、ライブのリンクも貼ってますからではバイバイ